ミルクサッカーアカデミー井上真でございます。ノーミルク佐藤です。リモート録画でお送りしますということでございますけど、先生今日は東福岡高校ドリームチームを作ってみました。よろしくお願いいたします。ということで前回市船でね、市立船橋高校でやっていただいたシリーズということですよね、はい、そうなんでございます、はい、ここ出身の J リーガー、そしてプロになった選手たちはどんな選手なのかということですね。そうなんです、はい、それをみんなでちょっと見ていきましょう。わかりました、はい、それでは早速いきましょう。こちらですよ、ドン出ました。ほう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 、このメンバー、こんなメンバーなんですね。なるほどですね。はい、ちょっとあの初めて見られた方とかってのもいると思うんで、はい、いろいろ説明をね、はいはいはい、させていただきたいと思います。はい、うん、ゴールキーパーの選手がピンクになっておりまして、はい、であとはセンターバックが青、サイドバックが水色、うん、そして、はい、守備的ミッドフィルダーがオレンジで、攻撃的ミッドフィルダーが黄色、うん、であとはウインガーが黄緑で、あとセンターフォワードがまず緑という、そんなカラーバリエーションとなっております、はい、ありがとうございます。坂つくリスペクトシステムとなっておりますね。そうなんです。そして、はい、まあ、左側に、まあ、ちょっと東福岡高校のこの、まあ、ドリームメンバーかなっていうものを、はい、まあ、今回343というフォーメーションで作ってみました。いやすごいドリームチームだこれ。左サイド半端ないですね。そうですね、はい、左すごいですね、うん、そしてあと右側なんですが、うん、一度あの我々ね、ちょうどあの今ミルクサッカーアカデミーはちょっとどうしても今ねリモートでやっているところもあり、はい、遠隔で撮ってます。あの平日、はい、休日問わず、うん、21時から、夜の21時から、はい、ライブ配信を行っているんです。そうなんですよ、はい、でその時に実は一度あの市立船橋会ってことをやらせていただいたんですが、あの それをその時にやらせていただいたこともいろいろ踏まえて、はい、票組をちょっと変えてみたんですよ、実はこの東福岡。そうなんですね、ほうほうほう、はい、なんでこの表もちょっと右側の表も説明させていただきます、うん、はい、この表ですね、うん、あの3段階になっておりまして、はい、一番左、右側の、ね、部分の一番左、高卒組一部抜粋となっているところあると思うんですけど、こちらがですね、あの東福岡高校を卒業して、そこからもうダイレクトにプロ入りした選手の一部のメンバーを、ラインナップしております。一番上が本山雅史選手、池本智樹選手、はい、うん、そうですね、で本山選手のところで言えばですけど、いわゆる1997年度卒で、うん、そのままプロで一番最初に入ったのが鹿島アントラーズだったよってことですね。なるほど、まあ、ある種エリートと言い申しましょうかねってことでしょ。すごいですよね、高卒 J リーガーってことですもんね、ことですね、うん、はいはい、分かる。そして続いて真ん中が、はい、大卒組一部抜粋となっていると思いますが、なるほど、こちらが、東福岡高校を卒業した後、どこかの大学を、経由してプロに行ったという形ですね。はいはいはい、分かりました。で、うん、はい、ただ、長友選手と、あとちょっと下にちょっと補足しておいたんですが、うん、今あの鹿児島にいる三宅海斗選手なんていう2人は、うん、はい、あのそれぞれあの大学の途中であのプロ入りとかドイツに行くっていう、そういうこともありましたね。はい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 、で一番右ですね、はい、で一番右側の方は、現在もう引退をされているよっていう方々の中から抜粋で、組ませていただきました。ありがとうございます。はい、で彼らは引退組の方々に関しては、何年度に卒業、あの高校卒業されたのか、そして何年に引退したのか、そして最初に所属したチームはどこなのかってことを書かせていただいております。わかりました。はい、はあ、そうそうたるメンバーですけど、まあラグビーとかね、野球なんかも強かったりするんじゃなかったでしたっけ、東福岡高校ってね。いやもうスポーツといったらもう何でも強い高校ですよね、ここはね。多分これ想像の域を出ないですけど、グラウンドと体育館があの100面と100巻ぐらいあるんじゃないですか。あのね、マーさん、うん、はい、結構合ってます100個あります100はないんですが、あれ10でもそう、すごい設備なんでしょう。でもね、そうそう、あの、うん、野球は野球でちゃんとグラウンドとか、はいはいはい、球場あるし、うん、サッカーもあるしラグビーもあるしみたいな感じで、結構あれですもんね、狭い校庭だとね、ゴール前にピッチャーマウンドあってボコって転んだりしますもんね。それがない、それがないんですよもちろんですよね。はあ、そうですか、うん、そうなんです。でですね、このチームなんですが、まあ、今回作らせていただいたこのチームなんですが、はい、うん、まあ、どうせやっぱりそうそうたるメンツなのと、あとなんか創造性あふれる選手が多いなと思っていて、
例えば今年、まあ、分かりやすいのは今年ね、鹿島アントラーズに入った荒木亮太郎選手、もともと東福岡ってだけじゃなくて、年代別の代表でもチャンスメーカーやったりだとかゲームメーカーやったりだとか、そしてもちろん最後のフィニッシャー役にもなれるようなそんな選手でもあったり、はいはいはい、するのと同じ。じゃあ鹿東福岡から鹿島っていう流れで考えたらやっぱり元山正史ですよね、うん、あメジャーですよね。これなんかもうそうですよね、同世代だからよく見てましたけどかっこよかったな、高校の時から、やっぱりこうドリブルでね、うん、相手崩して自分なりのその間合いで最後まで侵入していくなんてことはすごい。それってあと同じように今のジュビロ磐田の藤川虎太郎選手だったりだとか、あとは中島健生選手とか井上翔太選手とか、あとは増山朝日選手とかもうたくさんいたなと。増山選手なんてね、もしかしたら今年配の方になってきたら増山って誰だっていう人もいるかもしれないけど、いわゆる東のクリロラなんて呼ばれていた選手だったりしますからね。東って言うんですよね。そうなんですよ、うん、少年隊の東山さんと同じアクセントですよね、東。いやこれみんな気づいてないと思うんですけど、そうなんですよ、はい、間違いないです ね, ね, ですよね、確かにね、はい、そうなんですよ、であと全体的に見てすごいなと思うのが、はい、なかなか一つのこう、高校っていうチームだと、ディフェンスってあんまり育てにくいなんて言われてたりすることもあるんですよ。うん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 、だってなかなかやっぱりセンターバック、そしてもうだんだん毎年毎年高校サッカーとか大学サッカーとかプロと同じようにレベルが上がってってるじゃないですか、うん、いろんなこう情報とかも入ってきて、はいはいはい、だけどその中でセンターバックに求められることがだんだん、昔は守備って言われていたところから、うん、今はもうその攻撃の起点になるためにとか、そうですね、足元ビルドアップみたいなね、そうそう、うん、それであとは体格もだんだん良くなっていかなきゃいけないっていうのとか、うんね、しかもそれの成長段階に今戦術まで落とし込まなきゃいけないなんて、うん、そんな時代にもなってきてますけど、はい、すごいですよね。なんかこうやって右側の表を見ていただいてもなんか青が多いんですよ、センターバックとか今サイドバックやってる選手がかなり多いので、うん、だそういうところがしっかりこうできているっていうチームなんだなってことが改めて思わされたなっていうのが効果ありました、ね、うん、まだ J リーグユースとかがない頃、ね、の高校からも強かったですし、それができてからも全然影響なくプロをね、今度バンバン輩出してるということでしょ。まあ、あとだから分かりやすいのが、うん、まあ、約20年前になりますけど、この3バックのラインすごいですね、はい、古賀さん、金子さん、千代丹田さんっていう、うん、みんなこう跳ね返すことのできるような3バックが、ああそうか、この辺も伝統だったりするんですかね。そうなんですよね。それが最近でも例えば今ファジアンの岡山にいる阿部選手だったりだとか、はい、あと今ちょっと右側の表にはいないんですが、左側の下のところにちらっと書いてあるんですけど、うん、2018年度卒の西田選手とか、2019年度卒の丸山選手だとか、はい、ここら辺も総合力の高いセンターばかり、それぞれ今早稲田と明治とかに行ってたりするんですけど、だからもしかしたら2年後3年後とかあればプロ入りしてくる可能性が高い選手たちなので、なるほどね、そう3年後4年後にまたこの表をもし作ることがあった場合、やっぱり入ってくるんじゃないのかなって言われるような選手がね、やっぱそういう系譜がこう脈々と流れ続けているんだなっていうふうにすごく思うんですよ。いや、排出人数で言ってもかなり多いでしょ。めちゃめちゃ多いです ね、ちょっと青森山田とかと、うん、まあ、市船とかに比べるとちょっとってところはあるんですけど、ただすごい活躍された選手が多いんでね、うん、歴史もね古いというか長いこと輩出してますもんね。そうなんですよ、うん、そうですね、はい、あとはちょっと、はい、先ほどの古賀選手とか、あとは古賀さんとか、あとは金子さんのあたりですが、うん、1997年になるんですけど、この時に東福岡高校ってとんでもない記録を一つ打ち立ててるんですよ、はい、公式戦、うん、52戦無敗。おー、すごい。だから、はあ、そう、まあだからあれですよね、プレミア、そう、いわゆるざっくり分かりやすく言えば
プレミアリーグで2003-2004シーズンあたりにアーセナルが無敗優勝してたりするのじゃないですか、はい、これそれぐらいのことをやってのけてるんですよね。もちろんそれしてる間は選手権もじゃあ勝ってるわけですよね。なのでなんとマーさん、皆さん、この時ですね、はいはい、史上初の高校三冠を達成してるんです、あそうだったっけ、はい、インターハイ、高円宮杯、はい、そして冬の選手権すべてを制してるんですね。げつないっすね、これが年月ないその中心選手こそが、そうですね、97-98 あたりなので、元山選手、金子選手とか金子選手とかそのあたりになるんですよね。そうだそうだ、高校サッカーのスターですよね。大スターです、歴史に名前を残す大スターたちですよね、うん、オーラみたいなものすら感じましたもんね、そのテレビ出てる高校生としてもね、かっこよかったな。あとは、うん、あとはやっぱその東福岡で主力になるっていうことは、はい、例えば日本代表なんかでもそうですし、うん、もしくはあの日本あの年代別の日本代表でも中心選手になりますよっていうことでもあるじゃないですか。ほう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 、はい、だ例えば日本代表でいったら例えばフォワードの山下選手だったりとか、うん、山下選手 ね、 あ と、 はね、あとは今でいったら、まあ、最も分かりやすい代表格になったのが長友佑都っていう存在が、ね、どうしてもでかすぎるんですけど、そうなんだよね、うん、はい、ここなんですね、あとまあそうなんですよ、うん、あとはまあこう引退組とかで見てたら、まあ、あの山下選手もちろんのこと、まあ、金子選手だったり手島選手、うん、このあたりも年代別の代表でね、うん、なんか活躍された選手たちですし、で他で言えば、まあ、最近なんか本当に分かりやすくて、あの今ね町田ゼルビアにいる小田選手とか、まあ藤川選手、高江選手、まあ、福田選手、この若い世代あたりはもうずっと最近の、ね、年代別代表にまあ絡んでたような選手ですからね、うん、高校年代はね、うん、うん、なんで東福岡、まあ、しかもなんていうんですか、メインチームもありながらこう2軍3軍みたいな感じでもなってくるから、こうキャプテンとかになってくる、それをこう全体一体何人いるのかっていう、何百人っていう組織をこう率いなきゃいけない、束ねなきゃいけない、ちょっとベンチャーの社長みたいな気分でしょうね、うん、なりますからね、ベンチャーじゃないな、結構そうだね、大企業ですね、そうですね、責任が重いですね、そうですね、だからそれ経験するだけでも、うん、確かに、そう、例えばもしねサッカーでうまくいかないことがあったとしても、そのリーダーシップマネジメント論ってちょっと他には変えがたいものを持ってるんじゃないかなって思います ね、 高校サッカー の、 振り返る番組とかでね、こう負けちゃった後とか の、 キャプテンの最後の挨拶とかしっかりしてますもんね。そうですね、ちょっともう高校生とは思えないというか、そうなんだよね、そう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 、30代のねなんか経営が言いそうなような発言とかも ね、 ね、あります、態度とかね、いいですね、スポーツっていいですね、そうですね、今後はちょっとね東福岡出身っていうの見たらちょっとこの図を思い出しますね、はい、うん、まだまだね、すごい選手たちがまだまだたくさんやってくると思うので、はい、もちろんね、あとこうやっぱり見てる皆さんのそれこそ年代とかによっても、いやなんでこいつをスタメンに入れようぜっていうこととかも、こととかもたくさんあると思うので、うん、ぜひぜひそのあたりはコメント欄等々でこう盛り上がって、盛り上がって、これだって、はい、見ていただきたいなと、突破山下選手ですけど、左の攻撃と右の攻撃のねこの世代差がすごい素敵ですよね非常に見てみたいこのチームが、ね、そうですね、左側はザ・レジェンドだし、右側はね、もう完全東京世代みたいな感じで、ね、全員を一気に高校生に戻すとするじゃないですか、魔法で彼らを、でした時に左と右でユニフォームのデザインだけ全然違そうですよ ね、 ね、体格はみんな高校生に戻るんですけど、ユニフォームのデザインはその時の やつですから、そうですね、ダボダボとちょっとピチピチ目が、あれですね、ただ後ろの方だけみんな一緒なんですよね、うん、宮原、古賀、金子、千代田、富永、この辺りみんな一緒なんですよね、確かにそうですね、タイムマシンができたらそんな試合も見たいですね本当そうですね、とやや言いながらね、皆さんでご飯食べたりお酒飲んだりしてください、はい、先生、ぜひぜひ、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、うん、一応あとこのシリーズの紹介ちょっともうちょっとだけチラッとさせてもらえれば、はいはい、あとね、次もポンポンと、あと前橋育英とか、はい、青森山田とかってあたりをまず高校は出していこうと思っているいいですね、はい、はい、あと大学に関してもやろうと思っていて、ほうほうほう、
で今早稲田とか明治とかそのあたり作ったんですが、ただ大学になってくるとですね、皆さん、うん、あまりにも、もう別次元になってきてたんです。別次元はい、昔はいわゆる昔の選手たちも結構入れてくるってなると、うんうん、例えば早稲田なんかの川淵三郎とか出てきてしまういいですね、はい、岡田武史さんとかもそうですもんね。そうだって川淵三郎、あと鬼武健二、はい、川本国重、西野明、岡田武史、原博美、ジョーク広、関塚隆史、超キチェ、うん、ちょっとなんで出てくるので、そのベストイレブンちょっと見たい、怖い気もしますけど、はい、見たい気もします。ただちょっとそこまで入れてくると、はい、ちょっとわけわかんなくなってくるので、うん、一応、うん、プレーのビデオ見たことないですもんね。そうなんです。なんで現役のメンバーでベストイレブンは作るような形にしてありますので、うん、なるほど、はい、うん、わかりました。楽しみにしております。いただければと思います。先生ありがとうございます。ありがとうございました。ということでミルクサッカーアカデミーはですね、今リモートで、生ライブを中心に夜9時からにね、変わっておりますが、このように収録もね出していこうということでございますので、ぜひ高評価ボタン、はい、並びにチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、お耳で楽しむサッカー情報コンテンツということでね、通勤通学、はい、まあ今はしてないのかもしれないですけどね、家事筋トレ、うん、お家で過ごしながら聞いてください、うん、はい、ステイホーム。ありがとうございました。井上マーでした。ノーミルク佐藤でした。それでは皆さん、また次回、また。